これは有人月面着陸を目指すアルテミス計画の一環として開発されたアメリカのロケット、アルテミス1号の発射の様子です。ロケットのサイズは高さ100メートル、2600トンと超巨大。白煙や火花が出た後、大量の水が出ています。なぜ火花と大量の水、白煙が出るのでしょうか。超強力ロケットエンジンで上昇していく様子は圧巻です。今回はロケットの仕組みやその不思議について詳しく紹介します。日本科学情報は視聴者の皆様、メンバー会員様、そしてスポンサー企業様のサポートにより動画配信しています。皆様の継続的なサポートに深く感謝申し上げます。この動画のスポンサーであるサーフシャークにも感謝いたします。VPN とはユーザーのインターネットプライバシーを向上させる技術のことです。通信を暗号化し IP アドレスを隠します。例えばカフェや空港、海外の無料 Wi-Fi を使用する際、 VPN を使えば通信が暗号化され、悪意のある攻撃や情報の盗難から保護することができます。また地域によって制限される動画を視聴することもできます。例えばこの動画はお住まいの地域では利用できませんと表示される動画などです。午後正午は海外ニュースサイトをよく閲覧しますが、サーフシャークを使えば動画の地域制限の問題を解決できます。サーフシャークは一つのアカウントで無制限のデバイスを保護可能、家族全員のセキュリティを確保できます。プロモーションコード日本科学を使えば2年契約で追加で3ヶ月間無料で利用できます。30日間の返金保証もあるので安心。説明欄にクーポンコードと専用リンクを掲載しています。ぜひチェックしてみてください。まず宇宙という単語の意味を共有します。日本科学情報では通常宇宙というワードは地球を含めて使用します。なぜなら地球や私たち自身もこの宇宙の一部だからです。しかし今回は宇宙という単語を地球と宇宙を区別して紹介します。例えば宇宙へ行くという意味は地球を飛び出して宇宙空間へ行くという意味です。ではそもそもどこからが宇宙でどこまでが地球なのでしょうか。宇宙と地球を分ける境界は曖昧で、実はその境界は4種類もあります。1つ目、高度 100km。 これは航空工学と宇宙航空工学の境界です。要するに飛行機とロケットを理論上区別する境界です。例えば上空へ行くほど空気は薄くなります。飛行機は空気を使って揚力を生み出し、揚力で空を飛ぶため高度が高くなるほどより速く飛ぶ必要があります。高度が高くなれば高くなるほどより空気が薄くなり、飛行機の重量を支える揚力を得るためにはさらに速く飛ぶ必要があります。では高度 100km 付近になるとどうなるでしょうか。この高度では飛行機が揚力で飛行するためには秒速 7.9km ほどのスピードが必要です。しかし秒速 7.9km といえば地球の重力と遠心力が釣り合う速度です。よって高度 100km、秒速 7.9km の飛行機は翼がなくても高度を維持できるため、もはや翼は必要ではありません。もちろん高度 100km ではジェットエンジンは使えませんが、通常の飛行機とは明らかに異なる物理法則に従い航行するため地球と宇宙との境界というわけです。ちなみにこの境界線をカーマンラインとも呼びます。2つ目、高度 80km。NASA は2021年まで高度 80km 以上を飛行する人を宇宙飛行士として指定していました。よって 80km が地球と宇宙との境界線と考えることもできます。3つ目、高度 120km。 宇宙から地球に帰還する際に空気抵抗が急激に大きくなる境界線です。高度 120km 付近を境に宇宙船はスラスター操縦から空気力学的な制御へ変わるため、この高度を地球と宇宙との境界と考えることができます。4つ目、高度 118km。 地球の大気が穏やかに流れる速度と宇宙からやってくる荷電粒子が大気にぶつかり大気が高速で動く中間地点です。このように地球の大気は突然なくなるわけではなく徐々に薄くなっていくため、地球と宇宙の境界は何種類もあります。
通常は宇宙との境界を高度 100km とするのが多いようです。宇宙へ行く最大の障壁は重力です。重力の正体は時空の歪みであり、通常視覚的に分かりやすいようにトランポリンのような二次元的な歪み、あるいは三次元的歪みで表現します。しかしもっと正確に表現するなら、地球の中心に時空が流れ込むように表現できます。排水溝に回転せず流れる水のように、時空は地球中心へと流れ込んでいます。よって空から自由落下するということは、川の流れに乗るように時空の流れに乗ることに似ています。例えばもし今この動画を見ながら椅子に座っているなら、時空は上から下へ流れており、流れに逆らうために常にお尻で支えています。時空は常に流れ続けているため、宇宙へ行くには時空の流れに逆らって移動する必要があります。川の上流に向かって泳ぐのがとても大変なのと同様、時空の流れに逆らって地球から宇宙へ行くのは大変です。では宇宙へ行くにはどれほどのエネルギーが必要なのでしょうか。物体の到達高度は物体の速度に依存します。例えば空気がない真空を仮定すると、野球ボールを時速 100km で真上に投げると、 40m の高さまでボールが上昇し、再び戻ってくるのにかかる時間は約6秒です。ボールを投げるスピードを速くしていくと、到達高度はどんどん高くなっていきます。時速 300km、 新幹線ほどのスピードでボールを投げると到達高度は約 350m、 滞空時間は17秒です。マッハ1、時速約 1250km、 秒速 340m でボールを投げると高度 6000m に到達し、滞空時間は70秒です。では宇宙へ到達するスピードはどれほどでしょうか。その速度は秒速 1.4km です。 100km の上空に到達し、滞空時間は約5分です。意外に簡単に宇宙へ行けそうですが、問題は宇宙空間に滞在する方法です。せっかく宇宙へ行ったのにすぐに落下してしまうのはもったいないです。そこで通常人工衛星は地球の周りをぐるぐる回るときに発生する遠心力で地球の重力に対抗しています。この時必要なスピードは秒速約 7.9km。 宇宙へ到達するのに必要なスピード、秒速 1.4km から一気に速くなります。もし今この瞬間立ち上がり、スマホを地面と水平に秒速 7.9km で投げることができれば、約90分後にスマホは投げた方角の真後ろからやってきます。一方地球には大気があり、せっかく世界最速で投げたスマホもすぐに減速してしまうので、空気が薄い高高度に行く必要があります。空気抵抗がほとんど気にならなくなる高度は約 300km です。これは東京から滋賀県までの直線距離ほどです。宇宙へ到達し長時間滞在する方法が見えてきました。高度 300km まで上昇し、秒速 7.9km のスピードを維持すれば OK です。そしてこの条件を満たすことができる乗り物がロケットというわけです。ロケットはハイテク技術の塊ですが、原理はとてもシンプルです。進みたい方向とは反対側へエネルギーを吐き出すだけです。例えばいかだに大きな石を積み込み、その石を進みたい反対方向へ思いっきり投げ捨てていけば、ボートは加速していきます。物をポイポイ投げるのはかなり効率が悪いため、ロケットは燃料を燃やし反対方向へ勢いよく吹き出すことで加速しています。ロケット発射と仕組みを見ていきましょう。ロケットは大きく分類して2種類あります。固体燃料ロケットと液体燃料ロケットです。どちらも燃料を燃やして推進力を得るという点で原理は同じです。一方固体燃料ロケットと液体燃料ロケットを比較すると、固体燃料ロケットの方が仕組みはシンプルです。固体燃料ロケットは次のようにガスを噴射します。 1. 燃料と酸化剤の練り物のような固体燃料を円筒状、ちくわの形に詰め込みます。 2. 添加剤が爆発すると固体燃料に火がつきます。一方導火線に火をつけたロケット花火がうまく点火しないことがあるように、ロケットも固体燃料がうまく燃えないことがあります。これは大問題なので通常起爆装置を複数搭載します。3.
固体燃料が点火すると円筒状に詰まった固体燃料内側の空洞で燃焼が始まります。4. ロケット下側に穴を開けることでガスが下に勢いよく噴射します。穴の大きさを調節することで推進力が決定します。固体燃料ロケットは構造がシンプルなので信頼性はとても高いです。しかし一度火をつけると消すことはできません。よって通常はメインエンジンとは別に補助ロケットとして使用されます。対する液体燃料ロケットは仕組みが超複雑です。例えばこれは日本のロケット H2A のエンジンです。メカメカしくてかっこいいです。三角錐型のコーン、ノズルは効率よくガスを一定の方向に噴射する役割があります。一方ガスの温度は超高温なのでノズルが加熱し破損してしまいます。また高温のガスに耐える素材は存在しません。よってノズルは常に冷却する必要があります。幸いにも液体燃料ロケットは超低温の液体水素や液体酸素などを大量に搭載しています。この燃料をノズルに循環させることでノズルを冷却することができます。ロケットエンジンの熱量は莫大なので冷却のために大量の液体燃料を循環させる必要があります。よって超強力なポンプを使って燃料を輸送します。一方液体燃料はごく低温なのでポンプは故障しやすいです。エンジン稼働中にポンプが故障し冷却が停止するとエンジンは爆発してしまいます。液体燃料ロケットはエンジンは点火するだけでも高い技術が必要です。原理的には燃料を噴射しそこに火をつけるだけですがこの調整が大変です。まずいきなり燃料を噴射することはできません。なぜならノズルが詰まってエンジンが故障し爆発事故につながるためです。例えば燃料に液体水素を使用する場合燃料の温度は約-255°です。よっていきなり燃料を噴射すると周囲の酸素や窒素、水蒸気、要するに空気は凍り配管やノズルが詰まります。これを防ぐためには空気を排除する必要があります。使用するのがヘリウムです。ヘリウムの沸点は-268.9°なので液体水素に触れても凍ることはありません。ヘリウムをエンジン点火前に噴射し液体水素に触れる空間すべてをヘリウムで満たすことで凍結を防ぎ安全にエンジンを点火することができます。エンジン点火の時間が近くなると燃料を燃焼室に送るためのポンプの冷却をスタートします。ポンプの冷却も配管やノズルの冷却と同じく液体燃料を使います。ポンプの冷却にも注意点があります。冷却前のポンプは燃料に比べて高温なのでポンプに触れた液体燃料や液体酸素の一部は蒸発します。蒸発した燃料と酸素は爆発しやすいため通常は専用の設備で回収します。しかしもし気体になった酸素や燃料が漏れてしまうとエンジン周囲で爆発し大事故につながります。これを防ぐのが火花です。これはエンジン点火前の様子です。ノズル周辺に火花が出ています。これはエンジンの点火のためではありません。漏れ出た燃料が周囲に溜まっていく前にすぐに燃やし爆発を防いでいます。ちなみに火花が出ると同時にエンジン近くでは大量の水も噴射されます。これは火災を防ぐためではなく騒音を低下させるためです。このご時世ロケット発射の騒音も低減させないとダメなのかと思ってしまいますが騒音低減は近所迷惑対策ではありません。ロケットエンジンの騒音は180デシベルを上回るのでもし近くに人がいれば騒音、要するに空気の振動、音圧で命が危険になるほどです。エンジンに最も近いコックピットの中にいる宇宙飛行士やロケット自体が影響を受けないように大量の水を流し騒音を低下させているのです。この対策によってロケットの騒音は180デシベルから140デシベル前後へと低下します。ちなみにロケットの速度が音速を超えるとコックピットではエンジン噴射音は無音となり風切り音や機材の振動音のみが聞こえます。燃料タンクから燃焼室へ燃料を供給するにはポンプが必須です。スプレー缶に穴を開けるように燃料タンクのバルブを開くと燃料は圧力で勝手に噴出するのにもかかわらず
なぜポンプで強制的に燃料を送り込む必要があるのでしょうか。理由はロケットエンジンの燃焼速度です。ロケットを上昇させるほどのパワーを出すには、タンクの一部を開放して勝手に噴射する燃料の量では全く足らないためです。燃料を大量に供給するポンプにはある問題があります。それはキャビテーション。ポンプで燃料を押し出すと、押し出す方向反対側が減圧し、燃料が沸騰、気泡が現れ、その気泡が再び潰れるときに莫大なエネルギーを発生し、ポンプの部品を侵食します。海の中を移動する潜水艦のスクリューから泡が出る原理と同じです。泡が潰れるときのエネルギーは強烈で、金属のスクリューを侵食します。よってキャビテーションを発生させず、大量の燃料を燃焼室に送るポンプの設計は難しく、高い技術力が必要です。ではそんなポンプの動力源は何でしょうか。モーターでポンプを動かす方法がシンプルで簡単ですが、そのためにはモーターやバッテリーなど余分な機材をロケットに搭載する必要があります。一方ロケットは軽ければ軽いほど効率が良いため、ポンプを動かすためだけにモーターやバッテリーを搭載するのは現実的ではありません。そこでポンプは燃料を燃やした時に発生するガスで直接駆動します。燃料はもともとロケットに搭載され、燃焼させるための構造もシンプルなので、ロケットの軽量化にもつながります。燃料を燃やしてタービンを駆動した後、残ったガスはエンジンの外に排出されます。巨大ノズルの横に小さなノズルがついているエンジンがありますが、このノズルはポンプを駆動し終えたガスを排出するためについています。ポンプの動力源に燃料を燃やしますが、燃焼温度が高すぎるとポンプが壊れてしまいます。よって燃焼温度を下げるために、燃料と酸素の割合のうち燃料を多めに混合しています。言い換えるなら、燃料をまだエネルギーが取り出せる状態のまま外に捨ててしまっているということです。これでは効率が悪いので、ポンプ駆動に利用したガスを再利用する2段燃焼サイクルという方式のエンジンが開発されました。ポンプを駆動した後のまだまだエネルギーを取り出せるガスを外に捨てず、燃焼室へ送り、ロケットの駆動力にするというものです。ガスの温度が高いため、エンジン効率が上がるという副次的なメリットもあります。よって日本は最新ロケットにこの方式を採用しています。一方、2段燃焼サイクルエンジンは構造が複雑であり、構造が複雑ということはその分故障率も上がります。実際に2段燃焼サイクルのロケットは2段燃焼サイクルシステムのそのものが原因となり、打ち上げ延期や事故が発生しています。ポンプで燃料を燃焼室に送ったら、あとはエンジンを点火するだけです。ロケットエンジンの点火はタイミングが重要です。タイミングが早すぎると点火に失敗します。タイミングが遅すぎると、ノズルから放出された燃料と酸素の混合ガスが爆発し、エンジンが損傷、爆発事故につながります。エンジン点火には様々な方法がありますが、通常は自動車と同じくスパークプラグで火花を散らし燃料に着火します。一方、車と異なる点はそのサイズです。ロケットエンジンは巨大なので、点火に必要な電力も莫大です。ただエンジン点火のためだけに巨大なバッテリーを搭載するのは効率が下がります。よって通常1段目のエンジンのスパークプラグは外部から電力を供給し、ロケット発射後に電源から切り離されます。2段目以降はバッテリーで駆動するスパークプラグか化学物質を混ぜ合わせて点火する方法などが利用されます。ロケットエンジン点火後もそれで安心ではありません。車のエンジンが始動後安定するまでに時間がかかるように、ロケットエンジンも出力が安定するまで約5秒間必要です。エンジンが安定するまでの5秒間、特にエンジン点火から 2.5 秒間は燃料バルブ、酸素バルブなどあらゆる動作を 0.001 秒未満の時間間隔で制御します。どれか一つの制御が 0.001 秒でもずれると、エンジン故障や爆発につながります。よってあらゆる装置の動作は超精密、正確にプログラムされています。点火から 2.5 秒ほど経過すると、今度は事前のプログラムではなく、エンジンの状態をさまざまなセンサーで検知し、
その状態に合わせて装置を制御する必要があります。センサーが情報を取得し、その情報に合わせて燃料のバランスを調整したり、あらゆる装置の動作を制御したりするなど、たった 2.5 秒の間で細かな制御を繰り返します。こうして点火から5秒ほど経過すると、ようやくエンジンの出力が安定し、ロケットを発射台から切り離すことができます。このように液体燃料ロケットの仕組みは固体燃料ロケットと比較し、圧倒的に複雑です。ロケットが発射台から切り離されると、最初は真上に上昇します。空気の密度が高い低空をできるだけ早く通り抜けるためです。その後ロケットは徐々に地面に水平になっていきます。地球を周回する軌道に加速する必要があるためです。ロケットが垂直から水平方向に向きを変えるとき、燃料を節約するために重力を利用して行います。これを重力ターンと言います。ロケットの多くは2段に分かれており、真ん中よりも上で2つに分割可能です。燃料が空になった燃料タンクを宇宙まで運ぶのは効率が悪いためです。補助ロケットブースターも同様です。不要になった機材を切り離すことで、ロケットを軽くして加速しやすくします。ここから世界各国の有名なロケットを見ていきましょう。アリアン5、世界初のロケット商用打ち上げサービスとして設立されたヨーロッパの会社アリアンスペースが開発したロケットです。全長59メートル、直径 5.4 メートルの比較的大型のロケットです。2機の衛星を同時に打ち上げるパワーがあるので、その分1機を打ち上げる費用は安くなります。現在115回の打ち上げが行われ、そのうち成功は110回、しかも2002年以降は連続で100回ほど成功し続けており、信頼性の高さも人気の大きな要因になっています。 H2B ロケット、 JAXA と三菱重工が共同で開発打ち上げるロケットです。全長 56.6 メートル、直径 5.2 メートル、ペイロードはアリアン5ロケットに迫り、開発費用はアリアン5ロケットよりも圧倒的に安いという特徴があります。一方打ち上げコストは他国に比べて高く、今後競争力を高めるために新ロケットの開発に取り組んでいます。ソユーズ2、ロシアのロケットです。全長 46.3 メートル、直径 2.95 メートル、軍事利用、民間利用の両方に利用され、直近では GPS 衛星のロシア版グロナスの最新世代機グロナス K2 を打ち上げました。すでに打ち上げ実績は160回以上にもなり、2025年まで打ち上げの計画が詰まっています。スペースローンチシステム、 NASA が開発した超巨大ロケットです。アルテミス月面着陸プログラムの主要ロケットとして開発されました。現在運用中のロケットとしては世界最大であり、高さ111メートル、直径 8.4 メートル、2610トンの重量級です。低軌道なら最大130トン、月には46トンを運ぶパワーがあります。燃料タンクは構造も色もスペースシャトルと非常に似ており、スペースシャトルで培った技術が使われています。民間ロケットが普及する中、民間にはできない特殊な任務に今後使用されていく予定です。ファルコン9、スペース X 社が開発した商用ロケットです。静止軌道へのペイロードは7トンほどと中型ロケットですが、徹底したシンプル構造と最新技術投入によって高い信頼性と低コスト化を実現。2010年からすでに200回ほど打ち上げを実現し、驚異の成功率を達成しています。2022年にはたったの1年間で60機のファルコン9が打ち上げられました。通常のロケットは切り離したブースターを海に捨てる使い捨てでした。しかしファルコン9は切り離したブースターが自立して着陸基地に戻り、垂直に着陸します。もともとファルコン9はブースターの再利用なしでも低コストなので、ブースター再利用でさらなる低コスト化を実現します。商用ロケットとして圧倒的なシェアを獲得しました。現状スペース X には競争相手がおらず、打ち上げ費用は高止まりしていますが、今後ライバル会社が現れても価格競争の余力をかなり残しているとされ、高い参入障壁を実現しました。スターシップ、同じくスペース X 社が開発中のロケットです。高さ120メートル、ペイロードは低軌道で150トン、
完成すれば世界最大のロケットになります。ロケットは2段式で、なんと上段下段のどちらも再利用可能です。宇宙空間で燃料補給が可能な設計になっているため、民間企業としては初の地球以外の天体や月や火星への到達を目指しています。このようにロケット技術向上で打ち上げコストが下がり、宇宙利用がとても身近になっています。一方同時にロケット最大の問題はそのコストでもあります。地球の重力は思った以上に強力で、私たちは重力の井戸の中に閉じ込められています。そこから抜け出すためには莫大なエネルギーが必要です。現在の技術では地球の全資源を使って宇宙に打ち上げることができる重量はエベレスト山一つ分ほど。エベレスト山一つを宇宙に打ち上げたら地球資源は終了です。よっていくら最新技術を投入しても、大量の燃料を使用するロケットの仕組み上、コスト削減には限界があるというわけです。そこでロケットとは別に宇宙へ行く様々な方法が考案されています。一つ目は航空機の利用。ロケットは重力ポテンシャルの緯度が深い低空から少し上昇するまでが最も多くのエネルギーを消費します。言い換えれば、少しでも高高度からロケットを打ち上げれば、打ち上げコストを劇的に下げることができます。よって揚力を利用できる低空を航空機で上昇し、そこからロケットを発射する方法が考案されています。二つ目は軌道エレベーター。地球表面と静止軌道よりも高高度の重りとの間をロープでつなぎ、エレベーターのように上下します。宇宙エレベーター、宇宙側の基地の高度が高ければ高いほど基地のスピードは速くなります。よって例えば高度5万3000キロメートルの宇宙基地なら、そこへ行くだけで月へ向かうためのスピードに加速することができます。3つ目、スカイフック。ケーブルの両端に重りをつけます。ケーブル全体を回転させることで重りは超高速で動きます。この重りにフックのように宇宙船を引っ掛けて加速、月や惑星に飛んでいくことができます。スカイフックを月や火星、様々な天体に設置すれば、太陽系全域にわたる交通機関の完成です。このように現在我々は大量の資源を使い、宇宙へ飛び立つ技術を手に入れました。打ち上げコストは今後もどんどん低下していき、宇宙がより身近になっていきます。車や航空機の移動が身近になったように、今では夢物語の宇宙旅行、宇宙利用は間違いなく近い将来私たちの身近な生活の一部になるでしょう。日本科学情報の午後正午です。いつもチャンネル登録やメンバー会員登録などたくさんの応援、本当にありがとうございます。一つの動画制作に1ヶ月ほどの時間をかけており、更新頻度は高くはありませんが、コーヒー1杯分のメンバー登録などのおかげで配信を続けることができています。メンバーバッジの詳細や各種情報は概要欄に記載しています。よければ一度バッジの種類だけでも見てみてください。これからも午後正午の応援よろしくお願い申し上げます。